世界選手権500、250両クラス制覇を達成のフレディ・スペンサーが1回目の予選で転倒、あえなく決勝進出断念といういささか精彩を欠く幕開けとなった今回のグランプリ 500cc クラス。しかしながら8時間耐久の覇者ワインガードナーの参戦、それに加え最後までもつれ込んだ全日本選手権シリーズチャンピオン争いの平水谷らの参戦ということで、役者は揃った感のある第22回グランプリロードレース大会、6万1000人の観客が刻一刻と迫るスタートの瞬間を待ち望む。好スタートで飛び出したのはポールポジションからスタートのゼッケン02ワインガードナー、予選4番手からスタートのゼッケン3川崎、注目の平水谷はスタートをミス、水谷は大幅に順位を落とし、きついレース展開を余儀なくされる。トップは今年鈴鹿でのレースをパーフェクトにこなしたスプリンターワインガードナー、2番手にベテラン川崎、3番手にはポイントリーダーの平、4番手にはホンダのエース木下がつけ、後続を従え西コースへ。1周目ヘアピン、ゼッケン1、平が2位に浮上、5番手に YZR の長谷川、6番手にゼッケン10伊藤、平を3ポイント差で追うゼッケン4ファイター水谷は8番手でスプーンへ。早くもホットなバトルを演じるのは3番手争いのゼッケンにエース木下と、それを猛追するゼッケン3川崎、 NSR 対 YZR2 大ワークスの死闘が展開。ゼッケン36 RS の岡本が6番手につけながら転倒、早くも戦線離脱。会場にトップをキープするグランプリライダーのワインガードナー、そして2年連続全日本チャンピオンの意地にかけて何としても前に出たい平、まさに頂点の共演に6万1000人の観客が酔いしれる。5周目スタートをミスしながら徐々に順位を上げる水谷がスプーンで YZR 長谷川のインを突き、見事にパス、5番手に浮上、宿敵平の追撃を開始。マシンを滑らせながらも確実にコーナーをトレース、知り尽くした感のある鈴鹿のコースを快走のガードナー、2番手平との差を徐々に広げながら2分17秒台のタイムで世界の走りを見せつける。前回スノーでの転倒が嘘のようなアグレッシブな走りでコーナーを攻めるチャンプ平、2分19秒台の走りでトップガードナーとの差は約2秒。7周目トップは依然として NSR を狩るワインガードナー、それを追う YZR の平、熾烈な3番手争いを続ける NSR の木下、そして YZR のベテラン川崎、木下を完全に射程距離に捉え猛追の川崎、ベテランの味が際立つ。木下の程度を見続けていた川崎が一気にパス、3番手に浮上。
8時間で劇的なエピローグを演じたガードナー、そしてまさにガードナーと明暗を分けた平、頂点の共演。ガードナーチャンプ平を16秒引き離し、鈴鹿でのパーフェクトウィンを達成。第22回グランプリロードレース大会、結果はご覧の通り。数々の名勝負を生んだ85ロードレースシーン、全日本選手権シリーズチャンピオン決定、 500cc クラスヤマハ平忠彦、 F1 クラス吉村の辻本聡、飽くことなき極限への挑戦は、来年もまた我々バイクフリークの胸を熱くしてくれることだろう。